あのチーム名とプレイヤーネーム教えてください。調べてます。はい、なんか聞こえづらかったけど、まあいいや。ザ・老害、それは分かった。導かれし、バラす者たち。なるほど。アドバンストアドバンストで、お互いラルフが入ってるんですけど、そうですね。まさに、98無印のような感じになってます。さあ、先輩、料理対ヤシロ。まず、フリーをしような大御所の、オーディション。ということで、ここで、いただけるか。大勝利、これが導くのしばらしか。死ねげ、隠して。ここに外見して画面端降りてきた。今日はやり返して確定させる。しかし前へ前へ来た。ちょいゾンデがアドバンストで登場。一気にマルして、おっとこれは暴発した。暴発の隙にワンコンボ。画面端でのヤシロの片手が続く。めくって、おっ攻撃コンボ。ちょっと下がれて、ちょいゾンデが動き回る。見えないめくりが入るか。コンボにはいけず、ウクルがコンボにはいけず、ダメ出し、追撃、ここに入って、アッパデュール、そして浮き当てて、なんとか、二世杉原さんのトイボンゲ。昔は相性が最悪だったこの組み合わせ、不意になってどうなってるのか。頭上5のパンはないんで、そのことまだいけるのか。今日僕が狙うか、これからパンはない。さあ、でもやっぱり頭上落ちちゃう。逃げるぜ、チョイボンが投入、そしてラルフダイモン。これはかなりアドバイス同士ともあって、まあ、お互いの差し合いが熱い組み合わせなんですが、まず突っ込んでくダイモン。ギリギリとした通常のやり合い、位置取りと技の置き方、これを制することができるか。さあリードはほぼ完璧やないようで、ダイモン、やはり無印の貯金が老害には生きているのか。バルトマッチ爆発して止めた。うまく頭上を突かしたが、ここに置けず、ダッシュ投げ。さあ、これは無印での経験の差が出たか。まずは5勝。あ、どうも、うちの地元の今回名前は何で。エイジで、はいはいはい、記念参加じゃない、はいはいはい。じゃあ始めてください。そうですね、昔一緒に大会出た時、記念参加って名前で斡旋されて、まあ記念参加かって思ったらヒロト倒しちゃったっていうすごい人なんですけど。そうで、なんかさっきハスミンに勝ったという話が届いてますので、これかなり期待のプレイヤーなのではないでしょうか。はい、エキストラゲージにしてしっかりと現役であることを見せつけているこのエイジ。金髪裏チームですね。金髪と裏キャラで構成されてます。裏リオ、裏アンディ、裏マリエ。こんなイメージプレク。まずお互いドルボールにしてるから、押してるのは弱点足の下根付けが暴発してしまうと当たる。持ってるのか。追撃ができる。新しすぎる。知らねえ。
これは強い。 TDA から少女のキンシップがまさか入らなかったんですけど、しっかり立っている。さすが現役のやり込み勢といったところ、早出しでジャパンを誘って親しいから貢献。やはり仕上がっているのか。空中貢献が打ち、この裏両対ライボンという組み合わせ、無印という気持ちはかなりきつい。おっと、強制ダウンしてますけど、いいですか、いいですか。おっと、これ発動して突き落とす。さあ、この新しい動き、どこまで大御所が対応できるのか。完全にわからんものしか入る。が、ここでガガシ取って、回せた。さあ、勝利を持っていく。ジャンプ D、ジャンプ D、 あ、ダブルセッションして前への判定が8ミリ勝つ。これはこれはかなりいいペース。中年待ってる。いや、怖すぎる。このプレッシャー思わず耐えきれない。それでもあれですよ、こっからこの追い詰められたライフがすごいんで、ここからどうなるか分かりません。おっと、謎の死体ライフ勝利の穴があったか。おっと、なんかあとは少し現役勢どこまでネタが仕上がってるのか。ジャクシー、これはこんなのいけずめくれないのか。さあ、前に発動してと、ジャンプシード反転強い。やはり垂直ジャンプコースを置く。よいしょ、これはこのまま入って、さあ、ここで逆転。リードはアンディ、リードは裏アンディ。さあ、ゲージこそないものは立ち回りで追い込んでいく。ただアルデチが出なかったか。さあ、このアンディかなりやりづらい。うわー、これはしっかりくぐってる。これはうまい。さあ、今日は戦闘力3万とは思えない実力を。さあ、老害軍団の2人目、バターさん、バター対エイジ。まあ、いわゆる老害たちはあれですね、アドバンストでこう攻めていく感じなんですが、今回のリバンプはなんと老害の残りがこの1チームということで、ここを倒せばつい老害の今まで築かれた牙城が崩れるということで、さあ、かなり気合いが入る。老害がちょっと今回多かったんですが、ほぼ消えましたね。残ってるのはこの98無印チームだけですね。さあ、バターさん、さっきまでクラウザー使ってたけど、本当に老害クラウザー弱い、はい、こなるほど、クラウザーは弱いと。ラストにギャラガエ、さっきからすごいネタばっかりやってるこの裏両がどうなる。ガン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 押してくる。さあ、裏両戦自体は慣れてるはずのバターさんですが、このゲームとなるとどうなんでしょう。飛び止めが噛み合って何ですけんかな。これ確かお家が入るんだよね。ああ、知ってる知ってる、それは入る。まあ、前、この前もかなり怖い。ジャンプ CC 突っ込んでいく。時間は残り30秒ほど。これは連携を進めていく。立ち見いやらしいこの動き。ただこれコンボ入らない。攻撃されね、飛び込みが噛み合う。さ、完全にこれはもう乗ってますね。さ、そしてクラウザーが首になって出てきた。ヤシロ開幕ヒエンシクリック勝利か、どっちだったか、音じゃどっちかわからない。いや、強制対してる、すごいネタです。
これはきつい。調整、なるほど。なんか特殊力とかそういう系だと思った。あ、入って。いいから、この辺が入らない。このまま、どうなる？両者が、この追撃はないのか、入らないのか。リードはヤシロですけど、両者が粘る粘る粘る。25秒まで粘れます。あと3秒粘ることができれば、おぉ、おぉ、昇降剣のパンチが当たって20秒さらに切る。体力の回復量が減ってしまいました。これはかなりすごい。これはなんというか気合の早い消防圏が当たりましたね。今のではまさに導かれし話、魔王消防圏が当たりましたね。さあ、このディグリがさっきからかなり機能している。さあ、追い詰められたアシュロ、バター4ページ持っているか。どうなる？追いかける。うわ、ちょうど削り切る。そうですね、ゲージをちょっと使えない感じの状態だった私なので。さあ、またラストが裏クリス。スタッパが当たるが前が出ない。さあ、完全にやり取り不足を予定している。あったまいことって。さあ、裏アンディは、おお、堅実に逃げたんで、ゲージも溜まってますね。さあ、先ほどから大活躍のこのアンディ、これはつながる。前ビーの中段から崩していく。ゲージ大推奨。おっと、おっと、 C7 メートルアドリブで残留権かなり迫っている。これはしっかり当たってマックス王者になんとかゼロドット。ゼロドット。さあ、そして出てくるのが裏マリー。回復して若干の回復はあるものの、パパタイク。さあ、これでやり過ごすのか。裏マリーがどうなる。はえー、何が起きているんだ。ミスヒットして発動。はい、これは暴れ投げ取って。さあ、ここで煮立て。さあ、老害全滅がリーチがかかります。そしてまさかこれで3盾もリーチがかかってますね。そしてまたネシカをつけて大変ですね、大会になる。